こんにちは。今日はアナゴのさばき方をご紹介いたします。私は普段うなぎ屋を生業としてるんですが、うなぎとアナゴはね、姿形こそ似てますが、全く別のものであって、意外とうなぎは避けるけどアナゴは避けないとかね、アナゴは避けるけどウナギは避けないなんていう人も結構いるもんです。で、やり方とか手順はほとんど一緒なんですけどね、これ骨の硬さとかもう身の質とかが全然違うもんですから、意外とちょっと難しかったりするんです。ですので、そのアナゴのねさばき方から、あとは煮アナゴかな、食べ方はいろいろありますけどね、天ぷらですとか何にしても美味しいんですが、煮アナゴのね作り方、私なりのそれもご紹介したいと思いますが、多分解説を入れながらねやるとちょっと長くなってしまうと思いますので、申し訳ありませんがね、前編と後編に分けさせていただいて、前編ではとりあえずさばき方で、後編ではその煮アナゴの作り方かな、それをね分けてちょっとご紹介させていただこうと思いますので、ご了承ください。それではですね、まずさばき方からで、今日申し訳ありませんが、私こんな赤いの着てるんですが、実は私魚をさばいたりねなんかして、血が跳ねる作業をするときってね、仕込みの時だけですがね、ちょっとこういう色物を着るんです。白いのでやっちゃったら血が跳ねた時にね、もう洗濯しても落ちないんですよね。ですので、仕込みの時はお客さんもいませんので、こんなのを着てね、ちょっとやりますもんですから、さばく時は申し訳ありませんが、ちょっと地味じゃない、派手かの赤で行かせていただきます。よろしくお願いいたします。それではさばきに入ります。はい、これ仕入れてきたアナゴです。活け締めのアナゴを持ってきました。市場では生きてたもんなのでね、まだ身は生きてると思いますが、一応首を打ってもらって活け締めの状態にしてあります。まずこれをね、簡単に水洗いします。水で洗ってですね、そして裂いていきます。この時にね、塩でも揉む人もいるんですが、その必要もあえてありません。私はそう思ってますのでね、塩でもまずこのまんま水でちょっと洗って裂いていきます。はい、それではさばき方をご紹介いたします。まずですね、包丁はこれ、出刃包丁、ね、を使います。私なんかは毎日うなぎを裂いているので、うなぎ先のねこういう江戸裂きというこういうちょっと特殊な包丁でやってしまうんですが、ご覧になられている方のねになるべく近い状態でやるために、出刃包丁で裂いていくやり方をご紹介いたします。それではまずですね、アナゴを目打ちでね、ここの目打ちっていうか目を打ってもいいんですが、ちょっと残酷な気がしますのでね、この顎と言いますか、この下ここのところを打ちます。そしてアナゴ、ウナギみんなそうなんですが、ここのね肛門のところまでの骨が、三角骨と言いましてね、ちょっと平らな骨ではないもんですから、よくお座りやり方としてね、最初は包丁をこう少し下からこうオーバーに言うとこう突き上げるように、この肛門のところまでギコギコ持ってくるというこういうやり方を教える方結構いるんです。悪いことではないと思います。これね、こうギコ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 こうしながら、三角の方ね、ここまでね、肛門のところまで、ここまでです。そしてこの後は、親指と人差し指でね包丁の先を感じながらね、親指はこっち峰を押す感じで、包丁を持っている手ではあまり力を入れない方がいいです。
ね、こういう形にして、あとはこう引っ張っていくんです。穴子の骨は柔らかいですからね、骨、力入れていくと下に入ってしまったりするので、気をつけてください。こうして裂けたら、ね、こういうふうになるわけです。そして、まあ、ここに肝があります。肝はちょんとやっと手で、こう、取れますね。まあ、いろんなもの穴子は食べてますんでね、まあ、いろんなものが出てきます。これ肝。肝です。ね、肝を。まあ、肝は肝で食べられますから、まあ、取っといても結構です。そうしましたら、ここまで行きましたらね、ここまで開きましたらですね、骨を今度取るんです。骨を取るときは、まあ、私はね、この包丁の元の方を使ってね、引っ掛けたら、ずーっとこういうふうに、ただ引っ張ってくるだけなんですよ。ここで骨が取る。そしてここから切り離します。でその時にこうちょっと残ってる内臓の汚いものはしごいてください。そうしましたらね、手前側ではなくてね、お腹のこっち側にねこう触るとね、ここにコツ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 って骨が残っている場合があるので、それは取り除いた方がいいです。取り除いた方がいいので、その時はこの残っている骨の要は下側ね、下側に包丁をスーッとこう入れるんです。こうちょっと包丁入ったら分かるかな。そしたらそこにね包丁を引っ掛けてピッとこうシュッとこうしごき上げるんですね。そうするとこのように紐状にね骨が取れるんです、ね、こうしておくとここの骨がなくなりますので、まあ食べて当たることはないと、ね、そしたら次はヒレを引きます。ヒレ手前にこうヒレが残ってくるんですが、ここでねそれを少し尻尾の方を、まあ、切りまして、こうでこの時にね、まあ、私らは慣れてるからこのヒレをふっと掴めるんですが、滑って掴みづらいっていう人がいるんですよ。ですからその時はねこういうね骨抜きのねこれでこう挟む、挟んでこう挟むか、こういうふうにね挟みます。挟んでで包丁で引いてくる。でこれをねヒレは包丁でぐーっと包丁を動かすんではなく、包丁はまあその場に止めておくイメージで、どっちかというとヒレを持ったこっちのねこっちの方をぐーっと引っ張っていく感じがいいです。いいでしょうかね。でそうするとねこういうふうに取れてくるんですよ。ちょっとこうやって、はい、そう綺麗にこういうふうにヒレが取れるわけですね。それで今度は腹びれの方、こっちも同じです。こっちも包丁こう入れてねつまんでこうしておきれいに取れる。これでまあ穴子がきれいに裂けたと、こういう状態になるわけですね。今度はちょっと角度を変えてご覧に入れます。今説明しました通り、はい、包丁をここのヒレのところに入れまして、ギコ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 とこの肛門まで持ってきます。そうしましたら人差し指で、ね、刃先を感じ、親指は包丁の峰で、この3本指でこうちょっと押さえていくといいんですね。 そしてグッとこうね、なんて、うん、ただ引っ張っていく、こういうふうに引っ張っていくと、と下げていく。ちょっと失敗しました。で、肝を外し、骨はこうちょっと打って、そしたらこうにね引っ掛けるようにした。こうやって骨が柔らかいんですよ。うなぎの骨はまずここないんですけどね。こういう風になってしまう。で、切り離し、ここに骨が残っていたらここ。
こういうふうに包丁を入れて、ここをプッとこう、こういうふうにね、こそぎ上げて、そうすると、こう綺麗に取れます。残っていたらまたこう、こうです。はい。そして、ヒレを引いていきます。私はこう、持ったままこう引けるので、こうね。そして、半分に折りたたんで、腹びれ。こういうことです。はい。まあちょっとヒレが。どうなりましたか。はい、こういうことです。わかりましたかね。なかなかちょっと口で言うのとやるのとなかなかね同時に難しいんですけれど、ちょっと説明抜きで手順だけ見てください。こういうことです。アナゴとウナギは本当にね似てるようですが、骨が断然アナゴが柔らかいです。ウナギの骨は硬いので、ウナギはどっちかというと力でいく。アナゴは力入れちゃいかんという感じですかね。でまあウナギはねもうここからね、私なんかこうですけど、こう最初からこう引っ張っていってしまう、まあ裂き方が普通ですが、アナゴもできなくはないんです。こうですね、はい、でねここのところにこう脂肪腸、逆さ包丁でこう骨脇をこうスーッと入れとくと骨が取りやすいというのなんですが、別にこれはできる人はねこれ入れなくてもいいですよ。こういうことです。それでね、ちょっと、まあ、よくありがちな、これ、こういうふうにね、本当はもっと裂けてしまう。こういうふうにね、割れてしまうときあるんです。それはね、刃先が、包丁の刃先がね、あまりにも尖りすぎてると、こういうふうになることがあるんです。よく桃引きなんて言っちゃうんですよね。こんなふうにね。ですので、アナゴをやるときは、まあ、うなぎもそうですが、この刃先をね、砥石に当ててね、まあ、このまな板に砥石だと思ってですね、そこでこうこすって先っぽを止めとくということをやると、今のような桃引きになることが抑えられると思いますので、あんまりこう先っぽがね、鋭く尖った包丁は、まあ慣れてる方はできますけれど、まあ、先っぽを止めとく、そういうのも一つの方法です。ですか。まあ、できるようになったら何でもできるんですけどね。こういうあんまりこう逆にゆっくりやる方が難しいんですよ。
はい、こんな感じです。ね、咲き方をご覧いただきましたが、まあ、ちょっと私もまあ、喋りながらね、解説しながらやったのであまり手順が良くなかったかもしれませんけど、まあお分かりいただけたかなと思います。まあ、ぜひですね、まあ、自分でね釣ってきたとか、まあ、買ってきたらでも結構です。アナゴを手に入れた時に、まあ、参考にしてみてください。咲き方はね以上になります。で、後編でこれを煮アナゴにしていきますので、またそちらもご覧になっていただけたらありがたいです。それでは失礼します。